どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は今話題の映画ワンピーススタンピード、こちらの映画のテーマソングになっておりますワニマのゴング、こちらの曲をこの小さなウクレレを使いましてガズレレる簡単バージョンでやってみようと思います。やった、これはね熱い曲ですよ。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者向け簡単バージョン、後半はもう疾走感ボーンともう炸裂した、もうあのねあの感じ、あのもうイケイケな感じで、やるかっこいいバージョンをやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってくださいませ。さあ大好きな曲を弾いてみたい曲をウクレレでどんどん弾いて歌ってみませんか。音楽苦手なあなたもウクレレだったらすぐできるんですよ。これがほんと素晴らしい。楽器、他の楽器できる方もぜひウクレレやってみてください。これちっちゃくてね、弦も4本でね、もう簡単だし、ほんといい楽器なんですよ。で、簡単なんですけど、奥もすごく深いです。ずっと続けられるね、もう人生のパートナーになりますから、ぜひ気軽に始めてみてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで楽しく音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番ごと動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに歌って弾けるようになっちゃいます。これが本当に笑っちゃうぐらいできますから。はい、で今は YouTube ですからね、 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでねちょっとした隙間時間にこう見られるし、テレビに映せる方は映せますと。しかも無料ですからね、皆さんぜひこの機会に音楽始めちゃいましょう。さあ、ここにリンクありますよ。初心者レッスンはここのところ行ってらっしゃい、クリック行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲以上の世の中にあるありとあらゆる音楽をウクレレで簡単にできるようにした簡単レッスン動画になって700曲以上上がっております。最新 J-POP、アニメソング、定番の J-POP から洋楽、ハワイアン、映画の曲、アニメソング、もう何でもありますから、さっきのリンク先のところ行くと検索できたり、曲とかね、歌手名で検索できたり、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、お気に入りの曲見つけてどんどん音楽やっちゃいましょう。いやー、それではじゃあ行きますよ。ワニマのゴング。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。久々に旅
イエーイ。せーの、わじゃがワニマのゴング、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、もう歌の言葉がもうワニマ節炸裂でガーッと言葉が入ってきてますから、ものすごい早口です。これなかなかですね、まあもう難しいっていうか、もうこれは鍛錬が必要だと思います。皆さん張り切ってやりましょう。コードは結構簡単だと思いますけどね、今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレショートカットバージョンでございます。土地の2番のパートをちょっとこうカットしていただいてるんですけど、まあエンディング A メロ全部やってエンディングやったというような流れになっておりますので、フルでやりたい方は自分でちょっとこう2番も書き足してね、やってみてくださいませと。今回見てください、2ページにわたってます。曲長いし、しかも皆さん見てください、この短いスパンで書いといてこれですよ。だからまあ相当なボリュームです。で、今日はテロップを見てもらった方がもしかしたら分かりやすいかもしれないんですけど、一応見せておきますということなんですけど、あのね、これね、イントロこれ後でちょっとここ弾くんで解説しますけど、今これコードやって、ワンブロックこう C ってやったということでここなんですけど、ちょっとね解説するとこの下にくるっと囲ってあるやつね、後半やるかっこいいバージョンでやりますからね、これ Gm7 ここ置き換えてます。このサビのところでここですね。ちょっとこれね、一時停止、言葉がめちゃくちゃ詰まってますからね。一応ね、はい。で、ここから A メロというか、まあ一時停止で持ってくださいね。ここダダダダとかこうね、記名が書いてあります。はい。で、またここ、まあサビですね。早口なんですよ。で、この言葉の乗せるところもちょっと難しい感じですね。で、ここで、止まって、ここ、一回、ワンブロック行って、もうエンディングに入っていきます。はい、ここ。はい。見に行こう。見に行こうですね。ここの言葉の言い回しもちょっと難しいですけどね。はい。で、最後はイントロのフレーズをやって終わったというふうになってますと。そういうことでございまして、コードは結構簡単なんですけどね。コード進行とか。言葉の乗せ方とこの早口なのがもうワニマ炸裂って感じで、いつもワニマはこの言葉の乗せ方がもうだいぶ特徴ありますんで、皆さん張り切ってやりましょう。はい。じゃあ出てくるコードを解説します。 C と F と Dm、Am、G7、Em、今やったシンプル簡単バージョンはこの6個のコードでやりました。コードは簡単。このコードね、これです。ガズレレ必須コード。これはいつも出てくるやつで、必須って書いてあるから必ず覚えた方がいいですよというコード。皆さん、コードをね、覚えなきゃいけないんですけど、コードって本当は星の数もなる。全部覚えるのはちょっと難しいし、そもそも無理なんですけど、じゃあどうしようかという時に、このウクレレで音楽を始めようと思った皆さん、このウクレレにとって、ものすごい便利で使いやすい仲良しグループのコードのグループがあるんですよ。これをガズレレ必須コードと言っております。10個ぐらいありますけれども、それをですね、覚えるといいですよということで、1個ずつ見たら超簡単、指1本コードとか出てきますから。なんだけど10個覚えるにはちょっとコツがいるんで、私がそのガズレレ必須コードを覚えられるように解説した動画ここに貼っとくんで、ここで覚えてください。で、ここでもうバッチリ覚えたら、今日はこれコード6個ですから、はい、簡単です。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。まず1個コード追加、さっきも言ったんですけど Gm7 というコードを使います。これちょっと見ておいて、解説すると、押さえる場所はこことこことここの3つですね。こことこことどうやって押さえるかというと、ここを2つこうやってこのぐらいしならせてくださいね。びっちりでこうですね。はい、これ Gm、 これを使います。サビで出てきますコード。はい、これを1個追加します。ちょっと難しかったら G7 で置き換えちゃってもいいと思います。シンプル簡単バージョンはここ G7 で弾きましたということでございます。で、全体的なリズムは、はい、これです。よいしょ。8ビートのチャ、これはね、もう疾走感バッチリのやつでいきたいんですよ。パンクロックですからね。8ビートのチャで、はい、疾走感、ドライブ感、これですよね。やっぱなんかガツガツいく感じ。このね、前のめりにこうグイ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 いくパンクロックのこの疾走感、これを出していきましょう。はい、この弾き方、8ビートのチャの弾き方はここで覚えてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画で、やり方をマスターしてくださいと言いたいんですけど、8ビートのチャをやるためにはまず普通の8ビートができてからですからね。その8ビートができるようになってからその言ってください。で、今回はですね、それに疾走ビートの感覚をちょっと入れるといいと思うんですね。さっきのリンクのところにも疾走ビートってあるんですけど、ダチョンスダチョンスダチョンス、この後ろにアクセントくるんですね。ダチョンスダチョンスダチョンス、
このね、疾走ビートっていうのはね、その動画で解説してるんですけど、疾走感をさらに増すときに、アクセントが後ろに来る、ドン、ダズンって、ダンズン、ダズンって、ダン。この感覚をちょっと取り入れる感じがいいと思います。とにかくこう、疾走感満載の8ビートのチャで、ガッといきましょう。ゴングですからね。はい。で、どんどんいきますよ。まずこれ今回、イントロちょっとこだわってみました。まずこのイントロ、これやるんですけど、ここ見て、1弦。これね。3323とか書いてあるでしょ。これフレーズなんですよ。言ってみると、3323、3323、3323、3323、3323って感じなんですよね。これね、いいですか？1弦ね。1弦って一番下ですよ。ここ。さっきはこれ口で言ったんですけど、これコード弾いて歌うんですけど、例えば最初 Am、コード進行これでしょ ?Am、F、G7、C でしょ、すると Am 押さえた時に、Am 押さえといて、3323、次 F に行って、323、次 G7 で、3323、次 C で、こんな風にやりたいんですよ。意味わかる？コードを、コードをここ押さえながら1弦の2と3を行ったり来たりする。すごいでしょ、これ。これはですね、結構高度な技ですけど、で、こう、イントロはちょっと止めてる感じなんで、こんな感じでやろうと思います。わかる？ Am 押さえたまんま、3323、次 F で一回ストップしてから、3323、次 G7 押さえたまんま、3323、また C で一回止めて、3323、これです。なんとなく理解できたでしょうか。メロディー弾かないと、こうなります。ここで、一弦だけ。はい。右手でこう止めたりね。パシッとか、左手で止めるのがいいです。はい。ピシッと止める感じ。これをやってみたいと思います。ちょっとやってみますか。一弦、3323、3323、このフレーズです。これエンディングはね、最後は口で言おうと思う。ドライブ感中心にして、フレーズは弾かずに、最後の一回だけ弾くという感じ。まあまあ、ちょっとデモ演奏を見てやってみてください。あと細かいところですけど、ここら辺に、ここの、さっきも言ったんですけど、ダダダダとかね、ここも、トトタートトタートトタートが書いてあるんですよ。これね、ここだけちょっとやってみようかな。あらしのように、良さを知れば、一人じゃつくもだ、つくぱーつくぱーつくぱーつく。これカッティングです。チャッカパー、チャッカパー、チャッカパー。ここ、トトパー、トトパーってテロップ入れてきます。カッティングで。カッティングのやり方わかんない方は、さっきのリズムのいろいろのところにちょっとやり方のヒントがありますので、ちょっと見てみてください。チャッカパー、チャッカパーとか、はい、あります。あとは、サビに戻る前の、ここの、ここのね、ダッダッダッダって書いてあるでしょ？はい。ここ、サビ前のとこね。ここもね、ダッダッダッカッティングで G7 止めたいんですよ。ちょっとここもやってみようか。言葉いらない、疑いもしない、涙一つ伏せ、ここ、あの日を越えるまで、こうですね。その後、でん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 でたーん。ここ、Am と Dm の間に矢印マーク。シンコペーションマークスって、これシンコペーションっていうのは、リズムが前にスコーンと入ってくるやつです。ダン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 、スパンダダンダンダン。一回だけこのシンコペーション。Am と Dm。Dm が前に突っ込んでくる。ジャン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 、スタンダダンダン。次止まるでしょ？レにも生まれない真っ赤な炎、炎の時にダダって弾きます。ちょっと細かい決めが応酬ですけど、一個ずつちょっとこう、踏ん張って。なんとかこう決めていきましょう。そういうわけでなかなか大盛りでこのシンコペーションマークが出てくる。一回しか出てこないんですけどね。そういうとこも出てきたり、ダダとかこう、作ったとかいろいろ出てくるんですけど。そんなのこう全部織り混ぜて、もうぐちゃぐちゃにして、もうゴング鳴らせみたいな感じでやってみようと思います。さあ、それではいきますよ。ワニマのゴングガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワールド。冒険は
昔のように良さを知れば一人じゃ何もできなかった。言葉はいらない、疑いもしない、涙一つ見せない、あの日を超えるまで誰にも奪えない真っ赤な炎、命ある限り生き抜いた先に見つけて握れたいもの、出会えた喜びが気づけば誇りになっていたこと、それぞれと夢が一つにつながる旅はまだ途中だろう、募る思い強く動くほど生まれてきたことを恨んでいた時もあったけれど、沈んだ毎日ぬくもりをくれた今でも忘れない、強くなって守りたい仲間がいるから狙い定めためらうことなく、ただど真ん中を見に行こう、まだ知らぬ街へ見に行こう、仲間を増やして見に行こう、見に行こう、見に行こう、もっともっと会いに行こう、生まれた街まで会いに行こう、久々宴だって会いに行こう、会いに行こう、地図にもない場所まで、テレレレンレレレン、テステレン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 。ワニマのゴング、いやーほんとこの曲はもう大盛りでございます。超大盛り、もう言葉もそうだしリズムもね、もうこうずっと突っ張りしっぱなしで、やっぱこう熱量高いですよ。もうゴング、ワンピース、ルフィみたいな、そんな感じのエネルギーがぎっちり詰まってる感じがしました。もうねテンションが上がるっつうかですね、もう必死にこう食らいついていく感じになるかな。はい、こんな感じ。やっぱこのねエネルギッシュな感じが表現できるのはすごくいいと思います。ワンピースのね映画とこの世界観とこうガッと組み合わさって、またもうみんなでこう熱い演奏をしましょう。あ、音楽楽しいですね。ウクレレでね音楽やって楽しいなという方、周りにこの楽しさバンバン伝えていってください。よろしくお願いします。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルもどんどんご活用ください。チャンネル登録なんかもお願いいたします。さあガズレレ、このちっちゃいウクレレ一本で全国飛び回っていろんなイベントをやっておったり、いろんな本を出していたりと、まあいろんなことをやってるんですよ、ガズレレって。はい、私のことですけど、この後ちょっとガズレレが何やってるか、もう最新情報の動画をちょっとお知らせ動画ひっつけときますんで、お時間ある方もない方もちょっとだけ見てくださいね。今日は見ていただいてありがとうございました。じゃあご案内動画をどうぞ。はい、皆さんガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きます。9月の22、宮城県イオンホール名取、その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはねこれ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ、みんなと一緒に歌ってみんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがねそのイベントに来ると私のねあの話を聞きながらやるとねもう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でもまあとにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリットミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん声の本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなねこの水引きなんかもねあのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。